ジャックニクラス、ジャックニクラス、ジャックニクリス、1940年1月21日体はアメリカ・オハイオ州コロンバス出身のプロゴルファー。フルネームはジャック・ウィリアム・ニクリスという、1960年代から1990年代にかけて活躍し、ライバルのアーノルド・パーマーと共にゴルフをメジャースポーツにする牽引力となった人物である。圧倒的な 強さとトレードマークの金髪によりゴールデンベアと称され日本では帝王と呼ばれ史上最高のゴルファーとも称されるメジャー選手権ではボビー・ジョーンズの記録を破り通算獲得ランキング歴代1位優勝18回ジョーンズはニクラスは何事にも驚かないでいられるだけの周到な準備で 機械的に淡々とバーディーを取るゴルフをするので、私とはタイプが異なると評した。ニクラスは日本の新聞などで表記揺れが多く、ジャック・ニクラウスという表記も見られるが、これはドイツ語読みに近い表記であり、本人はドイツ系、英語発音に近い日本語表記はニクラスとなる。少年時代は元フットボールの選手で薬局を営んでいた父の チャールズ・ニクラスからゴルフを教わった。そして、ニクラスが10歳の時、父の紹介により、ゴルフレッスンプロであるジャック・グラトの門下となり、その指導を受けた。ニクラスは、父親とグラウトによる指導で、その素質を磨かれたのである。1959年に19歳でデビューし、1961年に、全米アマチュア選手権のタイトルを獲得し、1962年に、 プロ入りする。同年の全米オープンがメジャー大会通算18勝の出発点であると同時にニクラスのプロ初優勝でもあった。1966年の全英オープンで男子ゴルフ史上4人目のキャリアグランドスラムを達成。前年の1965年に達成したゲイリープレイヤーに続く快挙であったが、その後2000年の全英オープンでタイガーウッズが達成するまで、 34年間4冠、達成者は現れなかった。1980年のバルタスロールゴルフクラブ、ローワーコースでの第80回全米オープンには、グラウトとスイングを改造して臨んで、ショートゲームの鬼と化していた、青木紗尾と4日間同組でプレーした。バルタスロールは、パー70だが距離が長く、フェアウェイは狭く、ラフは深く、かつグリーンは高速の難コースであった。 ニクラスは初日63のスコアでトム・ワイスコフと並んで首位タイのスタート。この年のマスターズ勝者セベバレステロスが午前9時45分のラウンド開始時刻に遅刻して失格というハプニングがあった2日目もニクラスは単独首位をキープ。第三ラウンド終了時点で3日連続68で回った青木と首位に並んだ。 最終日6月15日は午後2時35分、日本時間16日午前3時35分、スタートの最終組で主導を繰り広げた。アウトで、青木は2、4、7、9番ホールで、ボギー、8番ホールで、バーディで3つ、ニクラスは1つ、それぞれスコアを落として、ニクラスが2打リードしての折り返しとなったが、インでは互いに譲らず、共20、17、 18番ホールでバーディを取り、この日のスコアはニクラス68、青木70で、ニクラスが2打差で逃げ切りの勝利となった。青木は12、16番ホールのバーディチャンスを逃したのが響いた。青木の2位入賞は、今なお日本男子ゴルフ界におけるメジャー大会最高記録である。青木の4日間の総パット数は111であり、3パットは最終日の2番ホールの1回のみ。 バンカーショットが得意な青木は、ボールをグリーン付近に止めるため、グリーン周りのバンカーを狙って打ったショットがあったという。1986年の第50回マスターズでは、長男のジャック・ジュニアをキャディに従えて戦った。最終日4月13日は、首位と4打差のスタートだったが、アウト35イン30の驚異的追い上げで、46歳2ヶ月23日の、 最年長優勝記録を樹立した時には、オーガスタナショナルゴルフクラブに、ジャック・イズ・バックの声が響き渡った。最終日のニクラスの詳細は、以下の通り、2番ホールでバーディ、4番ホールでボギー、9、10、11番ホールでバーディ、12番ショートホールはボギー、13番ホールで2オン2パットのバーディ、15番ロングホールの第一打は、 ドライバーでピンまで214ヤード地点に運び、第2打は4番アイアンでピン左3.5メートルにに、オンして1パットで沈めてイーグル。池越えの16番ホールでの5番アイアンでの T ショットはカップを舐め、あわやホールインワンというスーパーショットでバディ。17番ホールは、復活のメジャー優勝が目前で感極まり、涙でエーミングが定まらず、 試合はまだ終わっていないのだぞと自分に言い聞かせて T ショットを打ちピン左4メートルからのバーディパッドはほぼストレートの下りのスライスラインを読んで成功させた9番ホールからの10ホールで1イーグル6バーディ1ボギーの怒涛のフィニッシュであったこの大会でニクラスはレスポンスポーランドズゴティという名のアンサー型パターを使用した打差の位には番ホールで セカンドショットをミスして、ボギーとしたレグノーマンと18番のバーディーパットを、惜しくも外して追いつけなかったトムカイト。大会3日目には、2回目出場のニック・プライスが、コースレコード63で回った。このマスターズの優勝祝賀会が開かれた時、ジャックの妻が集まった人々に最初にスピーチした、言葉は有名。私は、今日の優勝を素直に喜ぶことはできません。 なぜなら、夫が今日の勝利のために、どれだけのものを犠牲にしてきたか知っているからです。つまり、ジャックをしてそれだけの努力をしなければならず、46歳という年齢でマスターズを勝つことがいかに困難であったかを物語っている。リートレビノラと共に、セントアンドリューズのオールドコース開催の全英オープンを別格と考える一人である。オールドコースは、 海岸線に沿った真のリンクスコースだが、多数の小さな起伏やマウンドがあり、打ったボールが着地した後、どのようにバウンドするか、つまり、運がスコアを左右するのだという。30歳で、ジョージ・ダグラス・サンダースとの18ホールのプレイオフの末に72対73の1打差で、セント・アンドリューズ初制覇した時は、セント・アンドリューズで勝てて、私は初めて、メジャーチャンピオンになれたと実感した。 ここで一度勝つことがどれだけ大変なことか。今回私もそれを改めて思い知らされたとコメント。ターンウェリーでのトム・ワトソンとのマヒルの決闘における敗戦の翌年、38歳で再びセントアンドリューズ制覇した時は、ここで勝つことが重要だった。本当に自分がナンバーワンで亡くなったかどうかは、セントアンドリューズの72ホールでわかるとコメント。ニクラスは、 最も好きなコースは、セントアンドリューズのオールドコース。最も良いコースは、全英オープン初制覇の舞台スコットランドのミュアフィールド、人生最後のゴルフをするなら、ペブルビーチゴルフリンクスであると述べている。その他にも、全豪オープンゴルフは6度優勝した。ただし、日本では未勝利のため、4大地域でのツアー制覇は達成できなかった。1996年には、 シニアツアーの4大タイトルもすべて獲得し、PGA、シニアツアーの両方の4大タイトルを獲得した唯一の選手となっている。2005年、65歳になったニクラスは、歴代優勝者の資格で出場を続けていたマスターズから引退し、同年の全英オープンもニクラスの引退の場とするため、セントアンドリューズで開催された。 最後のホールとなった2日目の18番でバーディーを取り、ツアー選手としてのキャリアを得た。マスターズの会場である、オーガスタナショナルゴルフクラブには、ニクラスの功績を称え、銅像が建てられている。ニクラスは1979年6月から1987年6月まで、日産自動車の高級車、グロリアの430型と Y30 型の専属 CM キャラクターを、 通算8年間にわたって務めた。ニクラスの名にちなんだグレード名として、ジャックニクラスバージョンが430型と y 3 0型の両方に設定されていた。一方、アメリカンエキスプレスの CM では、たどたどしい日本語で、出かけるときは忘れずにと話すユーモラスな一面も見せた。また、山陽電機の大画面テレビ帝王の CM では、日本語で、見たか とコメントした。また、上述の愛称、ゴールデンベアをマークにしたゴルフ用品も発売された。日本との関わりでは、1980年10月に、戸塚カ,カントリークラブでチャリティーゴルフに出場した際、愛用のパターが盗まれる事件にあっている。ニクラスは、ぜひ返してほしいと訴え、その後、アルバイト学生が犯行を告白してパターは手元に戻り、 寛大な処置を願うというコメントを残している。2005年ロイヤルバンク・オブ・スコットランドが発行する全英オープン記念の5ポンド紙幣でリメインに肖像が使用された。同行では紙幣の発行時に存命の人物を肖像に起用するのは史上初めてしている。2006年2月日本経済新聞の連載私の履歴書に登場し1ヶ月にわたって 自らのゴルファー反省を語っている。2005年に大統領自由勲章を授与された。2015年にアメリカ合衆国議会により議会名誉黄金勲章を授与された。現在はニクラス自身が設計したミュアフィールドビレッジゴルフクラブにて PGA ツアートーナメントの一つであるメモリアルトーナメントのホストを務めている。イコールローヌピーイコール出場せず。 WD イコール怪我デ事体カットイコールハーカット T イコール順位対緑は優勝黄色はトップ10入り楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください